どうも、ビレジェンド、染田です。どうも、ビレジェンド、上野です。今日はなんか呼ばれましたけど、今日何ですかこれ。そうですね、先日ビレジェンド春限定のフレーバーがね、出るっていう形で、うん、フレーバー名をね、こう募集させていただいて、こう皆さんにこうご応募いただくっていう企画をやったんですけれども、うん、そのね、フレーバーこちらですね。いきなり出しますね。デリン春限定力餅の桜餅風味よっよっ。こちらのね、試飲を行ってね、こうレビューをやっていきたいと思っております。じゃあ早速ちょっと飲んでいきましょうかね。はい、あ、私の分も。そうです、ありがとうございます。じゃあちょっと開封します。はい、これもね、いつぐらいから作り始めましたっけ。これは結構もう去年の早い段階から企画はしててですね、春限定っていうことで作ってた段階からもうかなり私の中では自信作かなと思ってまして、はい、今回そのなんかいろいろ募集というか募ったわけですよね、はい、そうですね。どんなの来てたんですか。マンゴー、グレープ、さくらんぼとか結構春っぽいやっぱりイメージのものが多かったですね。なるほど。だからこうやっぱり桜餅ってこう結構変化球じゃないですか。確かにこう、そうですね、プロテインってやっぱり餅、和菓子みたいなところってちょっとね、意表はつけたのかなと思います。味はね、すごくやっぱり自信は持って作っておりますので、早速ね、試飲していきましょうか、上田さん。はい、お願いします。ちょっとさっきから待ってました。入れていただけるの。ちょっと作っていきます。あ、お願いします。僕がやります、ね、はい、ありがとうございます。これも従来通りしっかりすり切り4杯でいきます。めっちゃあれですね、いい匂いしますね。皆さん、何の匂いですか。桜の匂いがしませんか。お願いします。うん、あ、匂いから桜餅、かなり桜餅ですね。若干色がなんかいつもと違う感じですね。どう違いますか。少し茶色っぽい。これは実ははい、なぜかという理由があるんです。これは飲んだ後に少しお話ししましょうか。はい、僕作っていきます。あ、皆さんもよかったらシェイクしてください。あ、いいんですか、はい、これ、はい、なんかシェイクのルールってこの YouTube あるんですか。ローリングシェイクで。あ、ローリングシェイクからの、うちの、はい、公式のシェイクですから。そうですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9、これくらいでしょ。そうですね、はい、はい。色が出てきましたね。見えますかね。桜餅の色です。綺麗。いいですか、はい、飲んでも。飲んでください。CM で入れますよ、皆さん。うん、あー、桜餅。お、うん、なんかその作ってた時に何回か試行錯誤してた中で、その時もかなり当てれたなと思ったんですけど、まあ、久々にこれ飲んでめちゃめちゃ桜餅です。うまいです。僕もいいですか。はい、あー、美味しそう。うまーい。あ、こういう声があるんですね。かげでさんおられないんで僕がやってきました。ありがとうございます。あ、美味しいですね、やっぱり、うん、なんていうのかな、やっぱり桜餅だから、あんこがやっぱりベースにあるような味なんですけど、うん、で、それで桜の香りがしっかりする、本当に桜餅の香りが実はするんですよ。お、すごい。なんかこの塩味みたいな感じも再現してるんですか。あ、そうです、おっしゃる通りで、なぜかっていうと、さっき色もちょっと見てもらったじゃないですか、はい、ちょっとこう色が普通のパウダーと違うよねみたいなところ、これ実は色、もう裏にこれ、原材料名が書いてあるんですけど、そこをご確認いただけたらと思うんですけど、実際に桜の葉を使ってるんですよ。そう、その色がついて、なおかつ、こういう風味が、そう、桜餅もついてますよね、葉っぱ。はい、だからそういうのでこう演出してる、というからくりが実はあります。うわ、すごい美味しい。これ水でもめっちゃ美味しいんですけど、これ普通に多分牛乳とかでも絶対美味しいですよね。牛乳合うと思います。すごく合うと思います。結構味で言うと、そうだな、ホットプロテインの系、やっぱあんこ系なので、お汁粉に割とちょっと近いかなっていうのはあります。で、
これもちょっとちょうど桜餅を一昨日くらいに私食べる機会があったんですけど、はい、トレーニング前とかね。あ、そうですそうです、はい、もう桜餅がいかにこう美味しいのかみたいな、甘さとその塩辛さが絶妙だよねみたいな話で、なんかその桜餅美味しいっていう話題になったんですけど、その甘みと塩味がかなり絶妙にというところはすごく再現できてると思います。春限定ですかこれが。そうなんですよ、これね、レギュラーにも耐えうるというか、レギュラーでも十分お喜びいただけるような、フレーバーなんですけど、まあ、泣く泣く今回春限定ということで。そうですね、何袋限定で今回いくんでしたっけ。こちらはね、春限定5000袋ですね。5000、はい、5000袋かー、だす大丈夫です、すぐなくなっちゃいません。大丈夫ですか。結構そうですね、ね、夏のおいスイカとか。そうですね、秋の栗とかもね、やっぱりすぐに完売しちゃったんで。そうですよね。今回もやっぱり弊社こうウィーレジェンドがね、こう味に自信を持って打ち出した一作だと思います。これそうっすね、うまいっすね、はい、美味しいですね、かなりいいですね。で、あれ発売日とかもこれもう話しちゃっていいんですか、この動画で。あ、もうはい、発売日3月20日ですね、水曜日のお昼12時からですね。なるほど、はい、3月20日と書いて20日と読む、はい、3月20日発売ですね。発売ですね、5000袋。え、12時から。お昼12時ですね。お昼12時。はい。結構ね、もうな、話を聞いてると12時発売だと、はい、お仕事の休憩中にそうそう、チャレンジしましたけど買えませんでしたとか、そう、学校の途中休憩時間、休み時間に申し込みましたみたいなところがあって、そういう結構直後であればまだいけると思うんですけど、そうですね、夕方にしとこうかなって思うと正直わからないです。出ちゃうかも、もう完売も正直あり得ると思いますので、これはいち早くですね。そうですね、今のうちからできることあります。多分この動画が流れてる段階ではお客様の、うん、例えばね、 LINE とか Twitter とか、うん、Facebook とか弊社のこう SNS をフォローしてくれてるお客様には案内がいってるはずなんですよ。はいはい、そこの URL からページに入っていただいて、お気に入り登録とかしておいてもらったら、まあ、時間になったらそこに行けばすぐ買える状態になってるんで、うん、お先にね、そういうところからもうお気に入り登録して買える状態にしておいてもらったら、うん、あ、そうですね、スムーズにお買い物できると思いますんで。で、あれですよね、 LINE とかだと友達になってもらってると多分この発売の時に、まあ、1本投げるんですよね。そうです、12時になれば届くようになってますし、はいはい、もしね、その辺がまだだったらそこしとくだけでも多分逃さないと思います。ぜひお友達登録とかね、フォローまだの方をね、していただければなと思います。これ下とかにあれですか、 URL とか載せれますよね。じゃあ載せましょうか。お願いします、はい、この辺に出しますんで、はい、お友達登録まだの方はぜひお願いします。あと SNS とかもね、チェックしてもらって、あと完売の旨とかも実はそこで流したりとかしてますよね、はい、だからその辺とかも買えなかったらもうこのタイミングで完売してたみたいなのもチェックいただけたると思いますので、そこも合わせてお願いいたします。お願いいたします。はい、うまかったな。美味しいですね。ちょっと後でもう一杯飲んでいいですか。もちろんですよ、はい、皆さん気になるこの、まあ、マクロの栄養素の量もうちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、1食パウダー 30g あたりで、タンパク質 21.1g、 脂質 1.7g、 炭水化物 4.3g、となっております。まあ、プロテインとしてはもう何の問題もない、マクロの、栄養の量かなと思います。ぜひです、お試しください。そうですね、もう一度最後に振り返りだけね、させていただきたいと思います、うん、発売日が、3月20日水曜日ですね、お昼12時からとなります。限定数が5000袋限定ですね。結構ね、こういつもね、こう春限定とかそういう限定商品の場合は結構早期完売がね、予想されますんでね、ぜひぜひお早めにね、ご購入いただければなと思っております。はいはい、夕方まで待ってるともないので、そう思ってぜひ、いち早く12時になったきっかりにお申し込みいただけたらと思います。はい、で終わりですか。そうですね、はい、じゃあちょっと締めてください。はい、そういたしましたらね、こちらの動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。